太陽帰省。長瀬拓也王座。羽生善治球団九段の特別インタビューが、10日発売の週刊少年サンデー、小学館15号に掲載された。藤井聡太陽位、帰省は、少年漫画誌に初登場となった。これは、同誌で連載中の将棋漫画、竜と一語のコミックス第3巻が17日に発売されることや、 将棋界大注目の早指し団体戦第4回アベマトーナメントが27日に始まることを記念して企画されたもの。インタビューでは、3人がそれぞれの魅力を語ったり、不自由井、規聖が竜と一語を読んだ感想。さらに、将棋初心者に向けた Q&A コーナーも掲載されている。竜と一語は、 重さがひしめく、将棋界に、14歳の少女が、真正面から挑む、戦う将棋漫画。本気で戦える場所を求める、主人公の中学生、イチゴが乗り込むのは、未だ女性プロ騎士が一人も誕生していない、将棋界で、ルールを全く知らない14歳が、大人相手に奮闘する、ストーリー。作者は漫画、響き。 小説家になる方法などで知られる、柳本光晴氏で。第3巻では、因縁ある騎士と対局するため竜王戦、出場資格をつかもうと、イチゴは、アマチュア竜王戦全国大会に挑む。藤井聡太、サンデーで、少年漫画史初登場将棋漫画、竜と、いちご語る長瀬拓也。羽生善治も、将棋騎士の藤井聡太さん。 長瀬拓也さん。羽生義晴さんが3月10日発売の漫画誌、週刊少年さんで、小学館15号に登場した。藤井さんが少年漫画誌に登場するのは初めて。同誌で連載中の柳本光春さんの将棋漫画、竜といちごのコミックス最新3巻が、3月17日に発売されることを記念して、将棋界のスターが集結。 それぞれの魅力を語ったほか、藤井さんが竜と一語を読んだ感想を話した。次のオーディオビデオでお会いしましょう。